不倫騒動から広行きとアフリカ旅行で注目の東出まさを超えたのは10から30代男女が本格復帰してほしい芸能人第4位以下本サイトでは10から30代の男女100人に本格復帰してほしい芸能人第4位以下の芸能人を発表しよう第9位2.0%は TKO の木下隆之と木本武宏がコンビでランクイン。木下隆之は2019年に週刊文春、文芸春秋などが後輩へペットボトルを投げつけるなどのパワハラ疑惑を報じ、メディア露出が激減同年4月放送のワイドナショー、フジテレビ系に出演した木下は、パワハラ報道を事実と認めて謝罪した。 現在は YouTube を中心に活動している。そんなに迷惑かける不祥事ではないと思うから、39歳男性、コンピューター関連技術職、相方の木本武宏は、昨年7月に高額投資トラブルが発覚して所属事務所を退所し、活動を休止した。一部報道によると、親しい芸人たちから集めたお金を知人に預けて投資していたといい。 今年1月に謝罪会見を開いて事情を説明。活動2月には木下と揃って、ワイドナショーに登場し、コントから頑張っていきたい、と今後について語った。巻き込まれた芸人さんのことを思うと心は痛いが、それ投資詐欺じゃないと誰も気づかず言わずだった状況も悪かったと思えば、一番復帰しても良いんじゃないかと思う、19歳、女性。 学生フリーター